な振り付けベスト3第2弾。やったー、誰もが今度うわー、そっか、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、これあ、来たー、俺分かったよ。チャンチャンチャン、キラリン、キラリン、来た。そうなんだ。つやしくん、めっちゃあしたかしてる。せんとくんにお姫様抱っこされたもん。あー、いや、あの、覚えてるっすね。今声出してくれ。どうもー、ドロン忍者です。さあ、ということで今回の企画は、はい、俺ランキング好きな振り付けベスト3第2弾。出ました、出ました、来ました、ありがとうございます。ちょっと早速じゃあルール説明をしていきます。はい、先輩たち、まあ、自分たちの曲の振り付けの中で好きな振り付けベスト3を発表していただきたいと思います。ただそれだけです。簡単、はい、よし、至って単純。そうです、前回僕たちもやりましたんで、はい、ちょっと見ていただければいいんですけど、そしたら分かりやすいと思います。うんうん、はい、今回はですね、まあ、前回同様踊ってもらいますので、うん、アイドルです。楽しみにしててください。楽しみにしててください。はい、歌って踊って。さあ皆さん、先輩たちの曲とかよく聴きますか？聴きますよ、それは。聞きますよ、めっちゃ聴くよ俺。渡るはイメージあるよね。俺めっちゃ聴くね。結構さ、俺ら あれだよな、結構趣味一緒だ。あ、そう、そうなんだ。それこそ俺と匠よくカラオケとかで一緒に行ったりとかするんで。あ、そうなんだ。だからお互い歌う曲とかもね、うん、その中で先輩の曲とかも入ってたりするんで。確かに入ってる。まあ、今回はね、あの振り付けなので。確かに。どうした？いや、俺だけ、俺だけハブじゃん。なんでお前そんなモジモジしてんの、お前。早いからね。だってさ。さあ、一人目は青木です。青木、ちょっと軽く予想。予想？やっぱりなにわ男子さん。俺もそう思った。ですよね、どう耐えますから、そこに。そうだよ、俺も。あ、そうだよ、リアセクめっちゃ好きだから。第3位はこの曲です。ワンサイシックセブンエイト、オーダイヤモンドさん。1秒先はもっともっともっと輝く。なるほどね。愛しちゃって愛しちゃって愛しちゃっていいんじゃないかも。とは諦めて。ということで、なにわ男子さんのダイヤモンドスマイルです。あー、これか。もう大好きですね。歌もキラキラもそうだし、振り付けもキラキラだし、うん、衣装もキラキラだし、水色の歌ってる人たちもキラキラだし、もう輝きすぎちゃう。愛が全開で。星じゃん。星っすね。めっちゃ多い。いい曲。すごい。第2位発表します。この曲はですね、サビよりもイントロの振りが好きなんですよ。あ、わかるよ。はい、わかるよ。なんだろう。5、6、7、8。みんなが気になってる、はい、第1位、はい、いきます。お願いします。この曲は、はい、スタンドマイク使って歌います。あれ待って、あれ激アツ。これ誰が確定演出だ。俺だ。せーの、誰もが今度うわー、そっか、プリンセスやいば君の手に託される、
ボロボロになってもダメダメになっても立ち直れる君はプリンスプリンセス、みんなこの星のプリンスプリンセス。素晴らしいんじゃないか。さあここまでがもう振り付けですね、僕の中では。改めて今の発表を、はい、そう、第1位がキングプリンスさんでプリンスプリンセス。うん、素晴らしい。いやでも当てれたな、これちゃんと。そうだね、ちゃんと考えたら当てれたわ。当てれやすくね。俺今急に思いついたもん、ね、その1位。あ、ずっとおるの。いや、そうよね、なんかでもなんかもう俺の理想像が曲になったような。そうだね、曲だから。そうだね、イメージは。誰もな、かわいい。自分たちもやりたいね。かわいい。いいね、確かに。そうだね、個性が当たりやすくて素晴らしい。ありがとうございました。ぜひ聞くって感じ。さあ続いて、たくみのベスト3。よいしょー、たくみ選手ー。うわー、たくちゃん。おー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 、ヒントだ、ヒントだ。いや、驚き満々じゃないですか。意外になんか踊るの新鮮というか、普段なんか歌ばっかだから。あ、そっかそっか、そうですね。どうなんだろう、系統わかる。え、俺ね、やっぱカラオケ行くけど、やっぱキンキキッズさんのすごいだと思う。フラワー、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 フラワー。確かに。今からのお楽しみ。うわ、楽しみですね。ということで、じゃあお願いしていいですか。はい、じゃあお願いいたします。お願いします。第3位から来た。はい、来た。 I don't wanna miss you, you are シェルター。俺を抱きしめてくれ。そうしたらきっと何度でも立ち上がれるさ。です。おお、これやっぱいろんな先輩方がやってる曲だし、やっぱ憧れの曲というか。誰ですか？トニセンの坂本くんの曲、うん、あのシェルター。はい、それくじゃないやつだね。ここがめっちゃ好きなんですよ。ポイントガードめっちゃ強いよね。ね、このイメージ強い。これがめっちゃお気に入りポイントですね。特徴的だね、その振りね、うん、いや、これをなんか3位に見させてもらいました。なるほどね、そこから。第2位いきます。はい、お願いいたします。第2位いきます。はい、今もギュッと抱いて、自分だけは絶対離さないで。今もずっと泣いて、今日もずっと泣いて、ここまでやってきたんでしょう。大丈夫です。お、大好き。セクシーゾーンさんのずっとです。はぁ、いい曲だよね、あれね。でも大好き。でも僕たちもね、M ステとかでそうだね。懐かしいね。ケント君にお姫様抱っこされたもん。ああ、いや、あるよ、覚えてる。これはなんかめっちゃ印象に残ってるというか、だいぶ思い出の曲でもあるから、うん、これは入れてしまいました。ああ、いいね。普通に風磨君が歌詞書いてるじゃん。これ？そう。作詞？作詞。結構歌詞と、ね、振り付けがなんかリンクしてるというか、そう、分かりやすくなってるから。すげえ。これめっちゃ素晴らしい。いい曲。すごいだった、お前しても。分かんなくなってきちゃったな。ちょっと1位読めないね。でもやっぱここに来てキンキじゃん。やっぱりね、さすがにキンキじゃん。持ってくるでしょう。あーってなりそうだよね。でもじゃあ第1位です。はい、はい、Stay with me ガスの少年時代の破片が胸と突き刺さる。心の空き缶蹴飛ばしバスの窓を君に背を向ける。はい、素晴らしい。あと1位はね、あ、そうですね、ガラの情熱来ました。来ました。ここに来てさすがに、さすがにね、さすがにね、一番大好きな曲なんで。めっちゃかっこいいよ。めっちゃかっこいい。この俺の好きなポイントやと、この足をこれね、そう、あの俺と匠よく話してるんだけど、これ剛くんめっちゃ足上げてる。えー、そうなんだ。なんかその準備するじゃん、足上げるときって、それが全く見えないでパッて上がるから、急にこうパーンっていくから。そう、はあ、これさらっとやってるのマジでかっこいい。剛くんがちょっと強すぎるから。あ、そうなんだ。全くできないから、めっちゃもう憧れというか。いや、わかるわ。いや、よかった、ありがとうございます。巻き込みらしいね、そうだ、思えば個性出てます。うん、続いて、わたるのベスト3。よろしく。そこ立つとね。じゃあ第3位お願いします。じゃあ第3位、これあのイントロの振り付け。
5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7 8 1 2
ことあったんだ。ずっと言ってるって。これダイナマイトです。わあ。いやあ、そうだよ。スマップ。マジだった。本当大好き。衣装がね、なんかノースリーブ。こういう感じなの。細かい。こういう感じで。でもなんかめっちゃガツガツ踊るから、めちゃめちゃかっこいい。じゃあ2位、はい、これも、まあ、ヒントというか、踊ったことない、ちょっとゆっくりになっちゃう、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、イシックス、イチ、これ、深田は分かると思うんだけど、これ、めっちゃガッツリ、あー、来たー、俺分かったよ、キンキッスさんの愛されるより愛したい、見てて、一緒に見てたよ、ね、そう、なんか最初こうやって、こう後ろから来て、で、めっちゃ綺麗、かっこよすぎて、ちょっと心が変わる。もう綿が大好きな歩いてくるだけです。歩いてくる。こういう回転してる。今日1位なんだろうな。1位なんだろう。ここにいやスマップに戻る気がするんだよな。急になにわ男子さん来る。あ、いきなり。そうかそうか。急にチキチキハリケーン踊るかもしれない。これもイントロの振り。全部イントロだ。全部イントロだ。全部イントロだ。イントロで決めるの。ちゃん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 いや、そうそうそう。だってずっと好きでいや、ずっと話してるから。そうかそうかそうか。俺はバックめっちゃついてるね、人数がそんと。で、バックも2回転する。みんなでこう2回転する感じがめちゃくちゃかっこよくて。すごい。みんなガチなんだ。こういう踊りをやりたいなってずっと思って。いやー、でも分かりやすかったよ、分かりやすかった。さあ、皆さん予想は？ちょっと俺、自分と似てるんですけど。でも、キンプリとかっすか。でも、昔の曲は1曲入ってそう。そのイメージあります、僕も。じゃあ、何位からがいい？ 3 位だろ。3位だろ。大体3位からクソパだろ。第3位。はい。いきます。はい。はい。3秒笑って。それだぞ。ふざけてた。ふざけてない。ふざけてないよ。ふざけてないよ。先輩方がやってきてるじゃないですか。僕たちはそんなやってないけど、ちょっとやったぐらい。でもさ、そのちっちゃい頃からやってきてる感が、確かにね、伝統的な曲っていう感じで好きなの。そうなんだ。意外すぎる。で、深田は踊ってるイメージないの。まず1回ぐらいしか踊ってないの。だから9人がね、結構踊ってたって。そうだよ。だからちょっとやりたかった感じはあるけど、今更どうだっていうの。いや、いいと思う。いやいや、全然やろうよ。そうね、でもキーは下げよ。うん、あれめっちゃ高いね。これが当たり前だから。キツボじゃない。じゃあ第2位。はい。あれ？これ。まさか！キツボ！え？これなんだ。これよ。いやー、それそうだよね。ザですね。そう、アンダルシアに憧れて。おー、素晴らしい。アンダルシアにはなりたい。なりたいよね。さすがに。アンダルシアに憧れるよね。憧れるよ、場所だ。やっぱそのさ、まあ3秒笑ってはちっちゃいこの伝統曲みたいな。あ、そういうことね。で、これはもうさ、数々の先輩たちがやってきてるわけ。やってますよ。1位どうなんだろう、わかんない。伝統の感じが好きなんだ。そうなんです。伝統。皆さんわかりましたか。いやでな。うわあ。なんだ一位。はい、教えてくれ。え？どこか。出ました。いやでな。でで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 
これが大伝統でしょ。これめっちゃ伝統だよ。これを踊れることが嬉しいもんね。確かに嬉しいし、みんなやっててドームとかさ、でっかいとこでみんなで踊るイメージ、うん、ね、あれめっちゃかっこいい、ね、かっこいい。ちょっと意外だったかもしれない。伝統だったね。伝統で、伝統大好き、伝統好きなんだやっぱり。永瀬はもうだってキンプリでしょ。だから思うじゃん。キレイえー、スノーマン。あー、スノーマンもそうだね。スノーマン、さあ、なんだ3位。第3位、うん、第3位いきます。ゴーゴーキッズ。何？歌はあれ、これです。歌はないってことで、スノーマンのジューシーです。あ、これいいよな。あー、それね。これね、大好きなんですよ。岩本君の振り付けだよね。そう、へぇ、こう移動してこう斜めになる感じが、うんうん、やばい。はあ、なかなか難しい。すごいよね。え、あんまイメージなかったかも。9人の振り付けやってても、うん、その移動が結構難しい、うんうん、縦位置から横、うんうんうん、こう横位置から斜めが難しいから、それできるのはちょっとノーマンすごい、うん、あとラウル君のここ好き。あ、これ俺もめっちゃ好きや。ここ大好きです。ほう、そう。第2位は、はい、こちらです。ドゥドゥル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 。2位のでした。はぁ、それか。1位かと思ってた。第2位はキングアンドプリンスさんのトレイストレイスです。なるほどね。あー、これはね、サマスでやったからちょっとね、楽しかったよこれ踊れて。完コピだもんね。そうだね、本家のやつ、ね、もうすごかったんだからあれ。足が5人分振り付けをさ、こうやってくれたの。すごかった。だから足も、あ、永瀬こここうでみたいな。で、あやつ最後自分のとこ分かんないから、場所どこだっけ。やりよかったよ。好きなの伝わってきますね、うん、じゃあ第1位、はい、お、キンプリさん。になるでしょ。一番結構スマップ中瀬も好きなんだよ。あー、俺は結構一緒に見てるんだ。あ、そっか。マジでこれ意外かもしれない。そこみたいな。第1位の、はい、発表をお願いします。お願いします。じゃんじゃんじゃん、キラリキラリ。あー、でした。そうなんだ。そうなんだ。でした。ということで、僕の第1位はスノーマンさんのキラリキラリ。わあ、いかないや。これね、滝沢歌舞伎出させていただいて、うん、ファイナル、うん、ガウル君のあのオーラ、その感想のとこでこういうやつがあるんですよ。一、うん、人だけなんか足の長さもレベチだし、ボビーがすごく歌舞伎歌舞伎ボビーが、あとここが好き。コアなのよ。ピンポイントだね。俺が好きわかるよ。ピンポイントに。そう。意外だった。びっくり。やっぱ間近で見るとさ、そうそう、こうやってなるよ。やっぱそうなんだよ、ね、出るとやっぱ違うよね。そうそうそう、確かに。え、なんかワク君さ、はい、あの前回出ててさ、今日やってないけどさ、なんかないないの、なんかないの。最近変わってないの。だいぶ時間経ちましたから。いや、最近来てるのやっぱりあります、ね、あります、ね、ありますあります。あります。わあ、それでも気になりますね。え、なんだ、気になるわ。いや、わかる。絶対みんな好き。あ、マジ。特徴的な感じ。もう、あ、もう一瞬でみんなも多分立ち上がる。あ、一瞬でこっち来た。マジか。いや、それぐらい好きですよ、本当に。ほんと。なんだろう。じゃあ、いきます。はい、ファー、ジュー、セッ。うわー、出ました。出ました。チャンスの前、大好きです。大好きです。これは確か大好き。みんな大好き、スノーマンさんのダボン、うん、来た。これはこれかっこいい。これやばい。滞空時間長ければ長いほどいいから、最初。そうですね。うわそうだ。こうやってくるときに、うわっ、そう、上がるの。あれ体感やばいよね。あれやばい。ビタッと止まって、そう、やるのめっちゃかっこいいよ。あれはね、かっこよすぎてね、ずっと見ちゃうよね。あれマジでもうエンリピだよね。エンリピだよね。エンリピだよね。マジエンリピしてる。マジで今日もう聞きながら来たもん。マジ上がるよな、普通に上がるもん。普通に聞いてちゃうわ。
かいところでさ、21人でバーン上に上がってさ、自分たち動かず、ステージが動く。そう、ストーンズのヒステリアみたいな。ステージが振り付け。ステージが踊れ。そう、初めて聞いた。それくらいまでの、本当にオーラとか、確かにね、それぐらいのものでね、欲しいですよね。うん。